それでは行きましょう。紅葉がね、少し紅葉が相当進んでるとはありませんが、まあこんな感じなんだよね。これ以上のものはもしない。落ち葉が落ちてることによって感じますね。ここは春先から夏にかけて、これはさっき上がってきた道ですね。ウグイスがここは本当にウグイスダネじゃないけど、本当に半年ばかし、もうすごく鳴きますね。この植生がいいわ。この植生が素晴らしいね。これだけ違って。雨が全然降ってないからね。普段はこれがね、湿って苔が相当生えてていい感じなんですが、これはシダがいっぱいあってね。マンダラドウ、そうだね。この上で行くとマンダラドウです。マンダラドウの あそこの。もみじが素晴らしいな。まあ、しかしここは、普段は非公開ですから、閉まってますが。先月も、一週間ばかり公開、土日は公開しましたね。おお、いいな。いいや、これは。今度は10月25日から12月、15日まで。ああ、これいいじゃない。もし今度来よう。いいね。これいいよ。この先にあるのが油分ですね。下もやってるんだ。モミジがいいね。このモミジを2人に行こうか。このモミジは素敵だな。